皆さんこんにちは、漫画素材工房です。このチャンネルでは皆さんが共通して抱えるあるあるの人体の悩みを美術解剖学の知識で克服しようというコンセプトでお伝えしております。海外の方は英語字幕を用意していますので、設定から字幕をオンにしてご視聴ください。私の簡単なプロフィールはこちらになります。本日の動画は立体的な顔を描く方法についてご紹介をします。顔は描く頻度が最も高いパーツですが、立体的に描くのってすごく難しいですよね。そこで今回ご紹介するポイントは3つ。1つ目が頭部の形を正しく知る。2つ目が顔面の凹凸を頭蓋骨から考える。3つ目が耳の位置を正しく知る。漫画のキャラをリアルな人間そのものに描く必要はありません。ですが、何も知らずに描くのと構造を正しく知った上でデフォルメするのとでは仕上がりに大きな差が出てきます。この動画を最後まで見れば顔への理解がかなり深まりますので、ぜひ最後までご視聴ください。ではまず1つ目、頭部の形について解説をします。頭部の形は骨格に忠実なので、まずは頭蓋骨を見てみましょう。こちらが前と後ろ、そして横から見た頭蓋骨の形です。2つの違いにすぐ気づいた方はなかなか観察力がありますよ。頭蓋骨の形は正面の比率と横の比率が違います。正面が 0.7、 横が1の比率と覚えておくと便利です。厳密には骨格は人種によって違います。アジア人の骨格は正面と横の比率がほぼ同じで、横から見た頭部はほぼ球体です。いわゆる後頭部が絶壁の方はこのタイプです。対して西洋人の骨格は後頭部が横に長く、見た目のバランスがいいので、ほとんどの漫画やアニメはこの西洋人の骨格をモデルに描かれています。人種を描き分けたい、またはこの球体の後頭部が好きというケースを除き、この西洋人の骨格をもとに解説を進めます。とりあえず正面と後ろ、横の骨格は大体わかりましたが、煽りと俯瞰はどうでしょうか。何か一見するとよくわからないですね。ですがこの煽りと俯瞰の頭部のイメージはとても大事なので、しっかり頭に入れておいてくださいね。それではこちらのご相談イラストを見てみましょう。お悩みは顔の奥行きや圧縮感をうまく表現できませんとのことでした。この方は赤い線で当たりを描いていらっしゃいますが、この当たりをよく見るとこのように直線的に描かれていますね。そこで先ほどの煽りと俯瞰の骨格を思い出してください。直線的な当たりは顔面全体を平面的な印象にしてしまいますが、見ての通り顔面の立体は平面ではなく曲面です。ですので奥行き感を出すには顔面を常に曲線で捉える意識が必要です。顔のパーツも全てこの曲面に乗っていますので、直線で当たりを取った時点で奥行きが死んでしまうのは当然のことなんです。でも顔のパーツは一つ一つがとても複雑なのに、それをしっかり曲面に乗せるなんてちょっと気が遠くなっちゃいますよね。そこで大事なのが2つ目のポイント、顔面の凹凸を頭蓋骨から考えることです。頭蓋骨は一見複雑なので、ついついパスしてしまいたくなる気持ちはとてもわかります。ですが顔面のパーツは頭蓋骨の凹凸に忠実についており、この凹凸を知ることで顔の立体感が爆上がりしますので、どうかくじけずにお付き合いください。それではこちらが頭蓋骨の立体に沿った顔のパーツです。皆さんも自分の顔を触っていただくと全く同じ場所に凹凸を感じることができると思います。当たり前のことですが、皆さんの顔の中にもしっかりと頭蓋骨が収まっているんですよ。ですので絵に命を与えるつもりで、キャラクターの骨格もきちんと意識してあげましょう。今回の動画では眼窩と頬骨、そして口周りについて解説をします。
まず一つ目の眼窩、頭蓋骨の中で最も大きな2つのくぼみです。この中に眼球が入るわけですが、こちらを見てみましょう。まず初心者さんがやりがちなミスとして、直線的で平面的な当たりをもとに目を描いてしまうことです。これでは顔の立体感はどうやっても出ません。そして次の段階がこちら。局面の意識があるのでかなり立体的になりましたが、やはりどこか平面的な印象を受けます。そして眼窩を意識した絵がこちら。眼窩の落ちくぼみとその中に収まる眼球の丸みまで意識すると、ここまで目周りに立体感が出るんです。比較してみると一目瞭然ですよね。そして次が口周りの立体です。上あごと下あごがくっついたこの口周りは頭蓋骨から出っ張っています。もちろん口は突き出ていない方が美しいので、二次元のキャラクターを描くときはフラットに考えてしまいがちです。ですがアングルがつくと、これが大変な問題になります。こちらの図をご覧ください。このように顔に強いアングルがついているのに口が直線で描かれていると、顔全体の立体感が死んでしまいます。ですが口の出っ張りの意識があれば、このように俯瞰や煽りの際に適切な曲線を描けるので、口元の立体感をしっかりキープできるわけです。水平アングルではそこそこうまく描けるけど、煽りや俯瞰になると一気にイマイチな絵になってしまう、というのは皆さんも経験していますよね。これは正しい立体構造を知らないために起こる問題なんです。逆に言えば、立体構造を知り常に意識することで、憧れの神絵師やプロの方に確実に近づけるというわけです。骨格の重要性を分かっていただけましたでしょうか。最後に頬骨の位置です。頬骨は眼窩と斜め下にあり、触るとすぐに確認できる骨です。凛々しいキャラ、ごついキャラ、老人を描く際にとても重要なポイントです。美形はうまく描けても、3枚目を描くと途端に微妙になってしまう方もたくさんいると思いますが、これも骨格を知ることで全てカバーできるんです。重要なポイントは頬骨の位置をしっかり覚えること。骨格があやふやだと一気に顔が崩れてしまいます。描く前に必ず自分の頬骨を触って確認しましょう。そして必ず左右対称に描きましょう。これだけでキャラクターのバリエーションが一気に増えますよ。とはいえ、美形や女の子しか描かないから頬骨の知識なんていりません。そういう方もいると思います。ですが頬骨の重要性はそれだけではないんです。それは耳の位置を正しく知るという3つ目のポイントに大きく関係するからです。それではこちらのお悩みイラストを見てみましょう。ご相談は、頭部の中間部が捉えづらく、目と耳の位置関係が分かりませんとのことでした。耳の位置って感覚だけで書いてると地味に悩む箇所ですよね。どこでもいいじゃんという方もいらっしゃいますが、やはり正しい位置を知っておいて損はありません。まず耳の高さですが、ここで頬骨が活躍します。頭蓋骨を見てみると、この頬骨突起がメガネのように耳の穴へと伸びているのが分かります。耳の穴はちょうど耳の中間にあるので、頬骨の正しい位置を知り、このようにパースに合わせて線を伸ばせば、正しい耳の高さが割り出せるんです。そして耳は側頭部のほぼ中間にありますので、このように頭部を直方体で捉え、対角線で中心を割り出せば、目と耳の距離もはっきりとわかるというわけです。どうでしょうか。これでもう耳の位置に迷うことはありません。骨格をきちんと知ることで、ここまで漫画やイラストに応用できるようになるんです。美術解剖学ってすごくないですか。それでは顔を立体的に描く方法、今回のポイントまとめに入ります。現在私は美術解剖学を進行形で勉強しており、そのまとめをピクチブファンボックスとパトレオンといった月額制のクリエイター支援サービスで有料公開しています。今回ご紹介した顔の基本構造については、
説明欄のリンクでより詳しく解説していますので、もっともっと知りたいという方はぜひチェックしてみてください。以上、今回の内容をまとめますと、1つ目が頭部の形を正しく知る、頭蓋骨の正面と横の比率は 0.7:1、 顔面の丸みは必ず意識しましょう。2つ目が顔面の凹凸を頭蓋骨から考える、最も大きなくぼみは目周りの眼窩、最も強い出っ張りは口周り、そしてキャラの特徴を決める頬骨の位置を正しく覚えましょう。最後3つ目が耳の位置を正しく知ること、頬骨からパースに沿ってメガネのように線を伸ばした場所が耳の穴、耳の位置は側頭部の中間を目安に描きましょう。これだけで顔の立体感が爆上がりするはずですよ。このようにこのチャンネルではあるあるの人体の悩みを美術解剖学の知識で解消する動画を公開しています。今回の動画がお役に立ちましたら、ぜひチャンネル登録とライクボタンを押していただけると、中の人のモチベーションがアップして次の動画につながりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 Twitter と Pixiv、Instagram では無料の画像解説を随時公開していますので、ご興味のある方はそちらもぜひフォローしてください。またこのチャンネルでは動画のアイデアとなるイラストとお悩みを随時募集しています。コメント欄での文字リクエストではお悩みが具体的に把握できません。概要欄のリンクから募集要項を読みの上、あなたのイラストでぜひご応募ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。